今回は公園のことについて調べてきましたのでご紹介します。東八瀬公園にはとても遊具があっていいですね。これからは遊具を紹介します。最初に鉄棒です。鉄棒の高さが2つあるので小さいお子さんにも背が高い人にもおすすめです。次は遊具を2つご紹介します。一つ目は遊具が積み重なっていて横幅が長い滑り台です。二つ目は登り棒のようなものが3つあります。それから木がたくさんあります。またお花があるのでとても綺麗ですね。東八瀬公園は避難所にもなります。トイレや水飲み場があるからです。テニスやゴルフができる場所があるので大人も楽しめます。